TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの広重隆です。日天のポッドキャスティング、今日は178回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から10時31分までの放送をお聞きください。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。1月9日日曜日朝10時になりました。 TBS アナウンサー安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて、2011年1回目の放送になりました日曜天国、皆さんは年末年始どのように過ごされましたでしょうか。はい、少し時間が空きましたね。そうですね、一週お休みいただきましたので2週間ぶりということになりますが、先週1月2日は特別番組をお送りしましたので2週間ぶりということになりますが、先週の1月2日、新年明けて2日目も日曜日天気良かったですから、ずっと日曜日天気のいい2010年2011年またいで続いてますよね。本当にそうですね。もう10週ぐらい連続で晴れてるんではないでしょうか。今日もスタジオのあります赤坂、大変よく晴れています。今日1月9日の天気ですが、関東地方晴れ、夕方から曇りのようです。最高気温は昨日より 2,3 度高く、東京では12度の予想となっています。そして明日月曜日は成人の日ですね。お休みですね、3連休ということになりますが、明日月曜成人の日ですが、朝から晴れるようですが厳しい寒さになりそうだということです。明日成人の日、宇都宮では氷点下4度、マイナス4度の予想となっています。随分と冷え込みそうですね。そうですね、成人の日というと確かにちょっと冷え込みが厳しい印象が強いですよね。そうなんですよね、雪が急に降っちゃったりとか。そうですよね、そしてまたそれをもろともせず和光度たちが、特に女性が白いモコモコとかをつけて ね、楽しそうに歩くんですよね。ちょうど去年の成人の日ですね、大宮の駅に用事があってちょっと行ってたんですけども、ちょうど東武野田線乗り場のところから、成人の晴れ着を着た皆さんが出てきて、なんかムカついちゃったんですよね。なんか逆の感想かと思ったら、そうですか。なんかちょっと若さにおごりがある人たちで、どうして私はこうして敵を作るんでしょうね。なんかすごく楽しそうだったんですよ。で、私はちょっとね、離れた自宅から離れたところに用事を済ませに行かなくちゃいけなくて、とても寒くて、一人で、慣れない駅で、心細くて、野田線何分間隔なのとかいう気持ちでね、ちょっとねいたものですから、どっちが先に出るのかななんて、ホームが2つありまして、どっちが先に出るのかな、すごく不安な時にとても楽しそうな皆さん方がぞろぞろっといっぱいたくさん出てきたので、何かちょっとね、その若さに嫉妬してしまったという思い出がありますが、まあ、人生トータルで成人の日にはいい思い出がないという、私の成人式のサボテンと私という話、ポッドキャストでよかったら聞いてください。そうですね、あの放送は私自分でテープを聞き直しても泣いてしまいます。そうですよね、切ないです、切ないですね、私が成人式に2回出たという話ですよね。そしてお土産にいただいた当時埼玉県与野市のサボテンをもらって泣きながら帰ってきたという、あ、泣いてはいないんですね、涙をこらえて帰ってきたという。そうですね、でもあのお話から強さをもらった人は多いと思いますよ。誰？私含め。そうですか、そうよねっていう、晴れやかなことの裏には、あります、そういうこと。都会のサボテンと自分を、重ね合わせてしまってトゲを忘れるなという、そんな思いをさらに強くして実家に帰ったら、そのサボテンからトゲが取れ落ちてたという大きくはなっていたけれども、トゲが見事ツルツルに取れ落ちていたという。そんなことあるんですかね。ですね、
中澤さん、年末年始はどういうふうに過ごされましたでしょうか。はあのゆっくりできました。家 の, あの片付けをしたり、ええはい、年賀状をしたり、はいはい、それから初詣に行ったり、ええはい、あとはレコーディングし始めました。自分の食べたものをね、1日からレコーディングダイエットをそう、はい、まだ続いていますね。毎日食べたものを記録して、そうです、そしてなんとなく食べ物を調節していくという。そうですね、見えてきました法則が。そうですか、はい、中澤さんはずっとダイエット挑戦していますよねそう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 、ここ 1,2 年ですね。そうですよね、はい、ラジオを聞きの方で中澤さんが好きだという方が老若男女問わずたくさんいるわけですが、うん、特に40代50代60代の気持ち悪い男性は私はユミタンファンと言っていえいえ少し距離を置いて接していますが、すごくありがたいです日曜天国の番組のホームページを見て中澤さんの写真を見て、ああこんな人が中澤さんなんだという気持ちになっている方多いと思いますがホームページの中澤さんの写真は8年前の写真ですよそんな前だっけ。そうですか、そうですね。でもいいんですよ今の私も。そうですね、違う魅力が加わっていますから。なるほど、はい、さすが元祖魔性の女中澤さんも今年は元気です。今年も元気です。そうです、そうです、そうなんです、はい、さて私ですが年末年始12月31日まで仕事がありまして、年明けまして1月1日の昼過ぎに実家に帰ったんですが、はいはい、そして1月4日の朝までいましたので丸ちょうど3日くらいですね、はい、根が生えたように実家でゴロゴロしておりました。はい、大好きな猫のみーちゃんの写真を60枚近く撮りました姉の子供めいっ子一個も帰ってきてまして、私も撮ってって言われたんですけども、ダメって言ってみーちゃんだけ撮ってましたけども変なおじさん、変なおじさんですよね。ここ4、5年ずっとこの話をしていますけれども、正月私実家北海道にあるんですが、北海道に帰省した一番の楽しみは皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。私がお正月、正月に実家に帰省しての一番の楽しみ、何回もお話ししてるんですけども信子おば様に会うことなんですよね。そうですね、はい、私の母は高子というんですけれども、4人姉妹の一番上で下に3人の妹がいるんですが、私から見ますと母方のおばが3人いるということになるんですが、皆さんにとっては何の情報の足しにもならないと思いますが、続けて言うと楽しいので言ってしまいますが、高子、信子、住子、和子というね、この4姉妹なんですよ。男兄弟がいないんですよね。高子、信子、住子、和子、早口言葉みたいで少し楽しいんですよね。小田原の隅田原の灰田原の三田原のみたいな、高子、信子、住子、和子っていう、高子、信子、住子、和子、おばさま、はい、高子、信子、住子、和子っていう、はい、4人のおばさんがもう全員60オーバーなんですが、はい、小さい時私の母高子が働いていたということもあり、また3人のおばが近くに住んでいたということもありまして、大げさに言うと1人の母と3人のおばに育ててもらったというような感覚もあり、またこの話をするとああそんな感じがするね安住君ともよく言われるんですが、うんうん、ちょっと女性っぽいというか、なんとなくこうチラシが気になるとか人の家賃が気になる的な、そういう感覚はこの3人のおばからもらってるんですよね。育まれたんですね。狼に育てられた少女じゃなくて3人のおばに育てられたアナウンサーみたいな、もうザ女系家族というかザ女系年上たちに囲まれて育ったもんですから、どうしてもちょっと男気に欠ける感じは仕方ないんですよね。細やかになったんですね。細やかっていうかね、ちょっと残念な感じに仕上がってはいるんですけれどもまあ今の仕事にはよく役立っているなという、そうだと思います、感謝絶えないんですけれども、本当になのでお正月帰省すると、うん、まあ、父母に会うのはもちろん楽しみの一つなんですけれども、その3人のおばに会えるのも大変私の楽しみ。そうですね、特にその中でも2番目の信子おば様、はい、信じる子供の子と書いて信子と言うんですけども、信子おば様、はい、私が小さい時から新年を迎えての第一声、ドアを開けての信子おば様の第一声が必ずその年のというか、そのお正月を迎える前の1年の流行語とともに入ってくる、はい、しかも満面の笑みで両手に荷物抱えて流行語とともに登場する、
信子ばさま幼心にそれが大変楽しみで、おかしくて楽しくてねえ、あ、振り返りますと、はい、すごいですねとか言ってね、あの所ジョージさんの、すごいですねお正月おめでとうとか言って入ってくるんですけども、お正月じゃありませんかおめでとうとか言って入ってくるんですよこんなん出ましたこんなん出ましたおめでとうお年玉とか言ってね、非常にその、まあ、芸能界好きテレビラジオ好きのおばさまで、吉村麻里さんが流行した時はどうもどうもどうもってずっと言ってるっていういいんですよね、そういう親戚の方がいると明るくなります座が。ちょっとなんかちょっと警戒してるえ、いいえ、あ、そうですか、想像して言っています、想像して、はい、あ、そうですよね、はい、ところが3年前、うん、2008年ですよね、はい、信子おば様が病気をしまして、はい、少し足も自由の利く範囲が狭くなりまして、ついに3年前流行語での新年の挨拶がなくなってしまったという、そうなんですよね、とても残念なんだという話をこの番組でも話したんですが、はい、まあ、旗から見ると品のいいおば様に戻っただけなんですが、ああ、そうか、うん、それが3年前2008年のお正月、はい、あれから2009年2010年、そして今年2011年と3年経ったわけなんですけれども、もう今年などは私は望むべくもなく特に期待はしていない、むしろ突然ね、はい、今年復活されてももしや最後の大花火かと心配になってしまうというところもあり、もう当然期待はしてないんですけれども、まあ、いたわりの気持ちで、そうですね、1月1日の夕方かな、はい、ドアを開けて静かに信子おば様、はい、入ってきて、あ、そうでしたか、ちょうど私が座っているテーブルについている椅子の前に信子おば様も座って、はい、顔色はやっぱり決して良くない、体重がね、やっぱ半分ぐらいになっちゃったんですよね、そうですか、でも、はい、私は確信しました、はい、信子おば様の症状がほんの少し解放に向かっている、今年の第一声は、はい、静かに、そしてあの落ち着いたトーンではありましたけれども、はい、流行語ではなかったんですけども、はい、私しんくんと呼ばれてるんですが、信子さんからは、しんくんさ、トイレの神様紅白で7分50秒本当にあったっていうのがね、第一声だったんですよ、これはあの上村かなさんトイレの神様、大ヒット大ヒット曲、9分52秒紅白用に7分50秒にしたというニュースが年末よく伝えられてましたけれども、私は確信しました、はい、解放に向かっていますそうですね、流行語までにはたどり着かなかったけれども、うん、流行の話題にまでは戻ってきましたよ、いや、しかも細かいです、細かいよね、しかも自分で測ったっていうんだからだいぶ戻ってきたよね、紅白で7分50秒なかったんじゃないって言ってましたね、だいぶ戻ってきました、来年こそは流行語での挨拶聞けるくらいに回復するかもしれない、はい、ちょっとね、本当涙が出るくらい嬉しかったです、そうですね、ねえ、信子おば様、はい、流行語での挨拶本当にちょっと楽しみに来年したいなと思います、はい、今年だったらね、なんかね、こう金河新年ナウとか言って入ってくるとかね、ナウとか言ってね、ゲゲゲのお正月とか言って入ってくるんじゃないかなっていうね整いましたゲゲゲのお正月おめでとういいですね、来年期待したいなと思います信子おば様、まあ、実家に帰るたびに私が年を重ねていると同様に親戚児童も年を重ねていまして、びっくりするぐらいみんなヨボヨボになり始めてまして、時の流れというのをね、本当に痛感しますし、一日一日を大事にという気持ちになりますね、それから先日ですね、はい、青森県に撮影で行ってきたんですけれども、はい、はい、東北新幹線が見ました、ありがとうございます、はい、東北新幹線が新青森駅まで伸びまして、はい、東京からもう3時間20分、はい、1万6000ちょっとでね、青森まで行けるということになりましたけれども、開通したのが12月4日ですか、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですね、はい、随分とキャンペーンなども行われておりましたが、今回ちょっと私少し長めの滞在になりまして、計4日間だったんですよね、青森、弘前、黒石、五所川原、八戸以外はほとんど行ったかなっていう感じなんですけれども、鉄道も随分使って移動したんですが、はい、やはり車での移動が結構長くなりまして、
大体地元のタクシー会社からワゴンハイヤーのようなものをお借りして移動しているわけなんですけれども、大体9人乗りぐらいのワゴン車なんですが、はい、スタッフと一緒に乗って撮影場所をあちらこちらと移動するんですが、大体移動中はカーラジオで珍しいのでという好奇心も手伝って地元のラジオ番組を聞いて移動したりするんですよね。でもまあただ聞いているということもあるんですが、はい、いわばライバル同業他社なので、リサーチなども兼ねてちょっとね、はい、聞いてどんなことしてるんだろうなみたいなことを聞いてるわけなんですが、結構ねあの地方行きますと必ずやるんですけども、東京のラジオマンテレビマンクリエイター構成作家あまたいろいろ肩書きありますが、はい、結構ね澄ました顔してネット局の企画を参考に企画出してる人多いんですよね実はね実は本当に澄ました顔して、澄ました顔してね結構参考にしてる人多いんですよ。そうかもしれません。ところが残念ながら青森のラジオは全く参考にならない。これは車に乗っていた他の人間も幾度音同じ意見でしたね、はい、全く青森のラジオは参考にならない。これは悪口を言っているのではありません、はい、最後まで聞いていただきたいんですが、はい、とても面白そうなことをしているのはよくわかるんです。実際地元の運転手ドライバーさんとか助手席に乗ってる市の広報の人などはもうゲラゲラお腹抱えて笑ってるんですよ。でも後部座席の関東から来た出張族は全然面白くない。もうお分かりですよね、はあ、津軽弁なんですよ。日本で最も難解だと言われる津軽弁これが分からないと全くそのラジオの面白さが分からない。それぐらい結構津軽弁難しいし、はい、津軽弁を多用している人が多い。まあ皆さんがね地元の方言を大事にしているっていうことなんですけれども。そうなんですね。もう全然こっちはわからないんだけども助手席とか地元の人がもうえっって笑ってるわけ。そんなに全然全くわからない。何の話題かも普通だいたい少しはニュアンス分かったりとっかかりが分かって、まあ、こういう話だろうなみたいなことが分かったりするんだけれども、全然わからない。でちょっと2日目3日目になってくると少し慣れてくるんで、はいはい、ドライバーさんに今こういうことでお嫁さんがお姑さんにこういうことを言ってこういうふうに笑ったんですかとか言って聞くと、はいはい、全然違うね。違うですか。全然違うよ。あ、そうですか。さらにそんな話だったら面白くもないでしょうって言われて、感性まで否定されて。でもなんかねやっぱり方言っていうのはこう感情と直結した言葉なんで、なんか意味が分からなくても、はい、すごくなんか面白いことを伝えてるとか、なんか怒りを伝えてるっていうのがビシビシ伝わってくるんだよね。これは外国語とかでもそうじゃないですか。そうですよね、面白いんですよね。で私、はい、負けず嫌いで悔しいからその夜必死で駅前の本屋さん行って、はい、津軽弁の本とかカルタとか CD とか買い込んできてホテルで猛勉強もう外国語を勉強する感覚。難しい難しい。売ってるんですね。まずものすごいたくさん売ってますよ。そんなに。多分これは、ね、地元の人はすごい誇りに感じてるから多分そういうものも出版されるし発売されてるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。すごいもう CD とか聞きまくってしまいました。そうですか。すごいですよ。全然わからないと思いますよ。あの特に青森の津軽市とか五所川原市の方の言葉は、はい、多分関東の皆さん聞いたら本当に外国語フランス語に聞こえると思いますね。ペチョノマリアメニケガンデネベガンツコトデバサマヘレバサって言われるんだよ。わからないでしょこれ地元の人うわって笑ってるんだから。すごくわからない。わからないでしょ、はい、本当にフランス語のように聞こえるよね。全くわからない。ペチョノマリアメニケガンデネベガンツコトデバサマヘレバサ何もくすなそったらあんつることあることねわもめに太つことあってととみだけはもみから挟まってないが。わからないでしょ。わからない。外国語に聞こえるよね。ポルトガル語に聞こえるでしょ、うん、でもこれ青森今大爆笑ですよ。本当そんなに面白いこと言ったの。わからないですよね。はい。へちょの周りアメニケガンデネベカンツコトデとバサマヘレバサへその周りがたまに痒くてこれはガンではないかと心配なのでとおばあさんが言いました。ナモクスなそったらあんつることあることね輪もめに二つことあってととみたきゃもみがら挟まったんでねえか。いいえそんなに心配することはございません。私も前に同じようなところが痒くなって調べてみたらへその周りにもみがらが入っていたのですという。そんなしょうもないことだったんですか。面白いじゃない。面白いですね。すごい面白い。その勢いで言われるんだ。そうですよ。
こういう風にね標準語訳するとまあそうかという感じなんですけれども、これ津軽弁にしたらへちょの周りに雨にけがんでねべかんつことでばさまへればさ、なもくすなそったらあんつることあることね、わんもめに太つことあってとみたきゃもみがら挟まってねえかわみでげれがそうこつながってれば腹ねぱてまてけぱてまてまねでげさじさまへとりここの町はへちょけぐなめちゃきなっていう、まだまだ、すごいですね。すごいでしょ。すごいですね。2日かけて勉強したの。すごいよ。早口で言えてます。わみでげるかってそうこ言ってれば腹ねぱてまてけぱてまてまねでげすな、じさまへどとりここの町はへちょけぐなる町だいきゃなっていう、かっこいい、すごいよね。はい、私が見てあげようかと言ったらそのおへその中は少し粘り気を生じていてかなり頑固なもみ殻でダメなんだ取れないんだ、じさまは言いました、ここの町はへそがよくかゆくなる町だなという、なんのこっちゃなんのこっちゃっていう勢いあるじゃない。すごいですね。パンチあるよね。面白いですね。わーみでげるがってそうこ言ってれば腹ねぱてまてけぱてまてまねでげすなっていうさ、これの迫力はすごいよ。すごいですね。私も津軽弁の虜になっちゃって、はー、面白かったですね。すごい魅力ですね。繰り返しになりますけども、はい、やっぱり訛り方言というのは、はい、まあ、人間感情に直結した言葉ですよね。そうですね。新聞ラジオテレビで標準語が入ってくる以前、はい、もちろんのこと外来語が入ってくる以前もちろんのこと、はい、いやいや中国から漢字が入ってくる以前、はい、いわば予備知識がほんの少しの大和言葉だけの時にそこの人が風土気候から影響されて編み出してそして淘汰されて残った傑作揃いなわけですよ。ね、言語としてはもう大変上等。うん、感情を表す言語としては大変上等なわけですよね、うんうんうん、長岡照子さんとか高木恭三さん方言で詩を朗読する名人たちが証明していますが、やはりこう詩とかエッセイとかになるともう方言での表現は秀逸ですよ、うん、もう標準語を寄せ付けませんね。私は北海道出身ですけども、北海道には縛れるなという方言がありますけれども、はい、今日は凍えるほどの寒さですっていうこういう標準語がありますね。大変意味明瞭なわけですが、やはり実際氷点下の朝軒先に立ってみてその寒さに直面した時に出てくる言葉ではないわけだよね。やっぱりね、縛れるなっていうね、その一言がやっぱり出てくる、他のどの言葉でも代用できないわけですね。実際にこの縛れるわっていう言葉はですね、口が凍えて震えている時っていうのは大体口がアイウェオの尾の形に近くなるんですけども、ちょっとおー寒いと、おー、この尾の形で今日は凍えるほどの寒さですって言ったら言えないわけですよ、震えちゃって。でも尾の形で縛れるねって言ったら言えるでしょ。本当だ、だからこれは風土気候に根ざした方言なわけよ。そうなわけでしょ。寒いねのさってあって大きく口なんか開けられないわけだから、凍えて寒くて口が尾の形になってる時に今日はとても寒いですねって言ったらちょっと違うわけ。やっぱり口尖らして尾の形で縛れるねって言ったら言えるわけだから、すごい、縛れる縛れるって。もう本当にだから方言というのは要するに地域に根ざしたというか、その気候から編み出した、もうまさに心の叫びなわけですよね。津軽弁すごく奥が深くて一生懸命勉強したんで少しちょっとあの自慢げに披露してしまいますが、ぜひ。がでもぐでもないがっていうものがあったり、はい、ぐあって書くんですけども、生姜のががそうだったりするんですが、生姜ではないね、生むわってなるのかな。それからトウモロコシのことをトウキビという地方は他にもありますけれども、津軽の皆さんは略してキビ、さらに転じてキミ、卵のキミと同じ字で書きますけども、キミと発音するそうですが、はいはい、これ関東から行った市長族がトウモロコシのことはキミって言うんだっていう風に教えられて、じゃあキミくださいなんて居酒屋で張り切って、ね、言っちゃったりすると、はいはい、パドゥンって言われちゃうわけですよ。何言ってんのっていう感じになっちゃって、君は君でしょって言っても違うんだって、で書きくけこの木でしょって言っても、うん、書きくけこの木とは書くんだけども書きくけこの木ではないっていう、すごくイラッとするでしょ。どう反応していいか分かんないでしょ。そうですね、なんかね独特の発音があるんですよ。その木なんだけど木じゃない木っていうのがあるんだよね。はあ、どうやらその無声化を極力排して軟口蓋に舌をつけて舌の上を息を滑らせるような感じで、まあ、私もちょっとセミプロですからちょっと言っちゃいますが、多分そういう発音なんだろうけれど、でも津軽の人にしか発音できない気があるんだよね。独特の子音なんですね。そうですね、多分ね。なので多分キーキー、そうですね、キミっていう感じですね。全然無声化が排除できてないですけど、キミ、君っていう感じらしいんです。でこれ津軽の人はもうはっきり聞き分けられる。そうなんで
ですね。でもう本当にもう瞬間的に違うって言われる。そうですか、うん、言い訳聞き分けがもう通じない。もうだからもう本当にはっきり分かるんだよね。全然違うものなんだ、そして津軽の人がやっぱり津軽の言葉を誇りに思い、そして楽しそうに使っていることにすごく衝撃を受けますね。そうですね、やっぱり、ね、楽しいんだと思います。そうか、羨ましいな。あの若い中高生たちが自分たちしか通じない言葉を編み出して楽しく話をしているような感覚をもう1000年ぐらいやってるわけでしょ。そうですね。だからもう楽しくて楽しくて仕方がない、なのでそういう笑い話とかするときはもう津軽弁をこう流暢に使って話すという、なんかね羨ましいし、ちょっとなんか嫉妬するぐらいの本当ですね、羨望がありますよ。そしてすごく日本ってのはいい文化持ってるなと思いますよね。自分たちの言葉で他の人にはわからない言葉で笑い合ってる、楽しいと思いますよ。そうですね。ヘチョのマリアメニキガンデネベカンツコトデバサマヘレバサって言って、いいよね、へその周りがたまに痒くてっていう話をしてるんですよ。いいよね、そしてお気づきかと思いますが、あまたいる東京の放送陣のご多分に漏れず、今日は私青森の放送の企画を丸パクリでお送りしました。長くなりました。今日のメッセージテーマこちらです。2011年私の目標。毎年年始にはこのテーマで皆さんからメッセージをいただいています。平塚市のメガネのトルコ人さん、25歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の2011年の目標はインコを口実にしないです。私はオカメインコを飼っているのですが、休みの日に同僚や友人から食事や遊びに誘われた際、休みなのにわざわざ化粧をして服を選んで出かけるのが面倒なので、しばしばインコの具合が悪い、インコの健康診断などとインコを言い訳にして断ります。ちなみにインコは飼い始めから医者知らずです。休日は家に引きこもり、テレビやラジオをだらだら楽しむという女子としては乾ききった日々からの脱却を目指し、まずはインコを口実にすることをやめようと思います。すごいですよね。他の口実をちょっと思いついてしまいそうになるんじゃないかなと心配ではありますが、でもなんか害がなくていいと思いますけど。船橋市のれいちゃん78歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。今年の目標は1階で暮らすことです。今2階で私は寝起きしていますが、84歳と78歳にもなると夫婦ともども階段の上り下りがおぼつきません。なるべく早く生活の基盤を1階に移したいです。できちゃうんだ2階で。まあね、2階で生活できるというのも羨ましいですが、でも、れいちゃんは早く生活の基盤を1階に移したいんだ。ね、でも暖かいですしね2階は。そう、春が来てからでも。あ、なるほどね。そうで、でも階段の上りより面倒くさくなって。そうか、気持ちわかりますよ。そうか、そうですね。私も昔ロフト付きの部屋で生活していたことありますが、ロフトに全部持ってっちゃってそうなんですよね。ひどいことになってまして。そう京都市のメルヘン部長さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。2011年私の目標は野球をすることです、と言いますのも、昨年突如として野球ブームが私に訪れたのです。きっかけはたまたまチケットをもらって見に行った8月1日の阪神対中日戦です。そこで初めて代打や代走というシステムを理解し、投手はピッチャーは一人が最初から最後まで投げるのではなく、中継ぎピッチャーという役回りがあるといったことを知り、野球の奥深さに気づきました。どうやら野球は面白いようだと私は野球の虜になりました、そして好奇心旺盛な私は見るだけでは飽き足らず、次第に自分でも野球をしてみたい願望がムクムクと湧き上がってきました、しかし26歳にして突如野球に目覚めた女が少年野球教室に参加できるわけもなく、社会人の草野球に入るにはど素人すぎます。現在は一人だけキャッチボール相手がいるのですが、いつまでもその人だけを頼っているわけにもいきませんし、キャッチボール以上のこともすごくしたいのです。ああ野球がしたい、投げたり打ったり走ったり守ったりしてみたい。というわけで今年の私の目標はなんとか野球をすることです。どうしたらいいか分かりませんが頑張ります。ちなみにマイグローブは買いました。そうだよね、26歳の女性で去年急に野球に目覚めた人はどうやったら野球できるんだろうね。確かに、はい、なかなかね、ボーリングとかゴルフとかビリヤードというわけにいきませんもん ね。 そうですね、大人のための野球教室ってあまりないですよね。そうですね、そういえばそうだな。でも野球好きになったらやっぱり打ったり投げたり走ったりしてみたいよね。
多分盗塁とかしたらもう興奮すると思いますよ。きっとこれかこれかっていう、これが盗塁か。そうだよね、野球初体験の人多分盗塁したらものすごい興奮すると思うよね。ですよね。一塁に出塁するだけでもすごい、二塁に行っちゃうんだからね。本当ですよ、目を盗んで。すごいな。皆さんからのメッセージをお待ちしています。E メールのアドレスはすべて小文字の日天アットマーク tbs.co.jp nichiten アットマーク tbs.co.jp です。抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出する日天ノートを、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカード、今年は画家の永山優子さんに書いていただきました醤油でオーレをお送りします。今日のテーマ、2011年私の目標、皆さんからのメッセージお待ちしています。そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。メッセージにぜひリクエスト曲も書いて一緒に送ってください。それでは2011年今日1曲目になります。東京都昭島市、大人の旅人さん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。松戸谷由美さん、サーフ天国スキー天国、2011年もどうぞよろしくお願いします。1月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、10時31分までをお聞きいただきました。著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので、今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎のポッドキャスト天国、2011年、寝るなら寝る、聞くなら聞く、ポッドキャストを枕に寝るのはやめましょう。お聞きの放送はよだれかけのレディオ954。さて来週1月16日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の勝手な思い込み。ゲストはちくわぶえ演奏家、住宅雅人さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎のポッドキャスト天国、これはあくまで試供品、皆まで語れぬポッドキャスト、ぜひ本放送を聞きなされ。 TBS ラジオ954。